福テレソラネットです。え今日はですね、私も大好きな、そして皆さんも好きな方多いんじゃないでしょうか。こちらの話題でございます。日本酒でございます。ツイッターでこういうのをいただいております。日本酒家で飲む機会が増えました。クーポンのおかげで福島の酒が安く買える。嬉しいですね。でね、今年の冬の酒すごく美味しい。どういうことかというとこちらでございます。缶仕込みの酒が美味しくなりそう。高温だと発酵のスピードが早すぎちゃうんだけど、今年はゆっくり発酵が進んでるんで。 より良い酒ができるんじゃないかということなのでございますそしてこちらでございます、えー、遺伝子レベルでですね、はい、実は酒に強い DNA を持った方が多い都道府県がどこかっていうそういう調査を行ったというのがあるので都道府県で DNA から違うんです、ね、違うというそれについてお伝えをしたいと思うんですが酒に強い遺伝子タイプが多い都道府県はどこか どうやって調査したのか？あ、そうですね。気そもそもこからいみましょうか。はいえー、こちらでございます。2万人の台から DNA 分析した。えー、あのユーグレナさんっていう会社がですね、はい、遺伝子解析サービスのゲノムデータから<ー>あのデータを公開しましたんで。徹底調査。徹底調査したものでございます。そもそもじゃあ酒に強いって一体何なのか。<ー>酒に強い遺伝子って一体何なのかというと、<い>酒に強い遺伝子って。 飲んでも2日酔いになりにくい遺伝子のことらしいんです遺伝子型 AG の割合が多い県を産出がねこさんは強いですけど <laughs> あのお酒は大好きですね、はい、2日酔いしないでしょそうですねあんまり翌日まで、ね、持ち越さないですね私も、まあはい、ほとんどあの2日酔いはしないんでございますけれども、はい、<laughs> じゃあ最も酒強いその 2, 2日酔いにならなりにくい県ってどこだと思います皆さん

福島はというとああ十三位ということであまあ強いです強いんだけど東北の中ではまあ一番低いどちらかというとやっぱり南の方の影響も受けてるのかな東北がとにかくですね強い方が多いということなんですが<ー>、えー、ツイッターでこういうのをいただいておりますこちらでございます東北の田舎の方の人は強いイメージがあります酔ってからが長いずっと飲んでてずっと酔っ払ってる感じっていう <laughs> なるほどずっと飲み続けてるんです、ね、飲み続けてるという感じなんです。 じゃあ、地域別に見ると、これももう、もう圧倒的にもう、これはですね。はい、はい強いのが濃い色なんですあ<ー>。やっぱ北の方の方が強い。強いですね。でも、金子さん、どうですか。ほら、近畿とか。西の方、弱い方が結構多い,い。い九州、強そうなイメージありましたけどね。これ、あの、なぜかはわからないんだけど<い>、まあ、あの、ある専門家によるとですね。あの、どうも、その中国から来た渡来人が。 あのゲコの DNA を持った人がいて、<ー>それが西に入って一部入ってきてるんじゃん。なっていうそういうこともあるようです。やっぱり遺伝子レベルで違うんですよ、ね。面白いですね。まあ遠くの方は強いよ。うん、あと、うん、あの福島テレビの女性アナウンサーはみんな強いよというそういうところでございます。<laughs> みんな大好きですかね。<laughs> みんな強い。さあ、そしてえお酒の話題今日は二つ目はこちらでございます。はい、福島の酒。 これがですね、これまあ3年前でね、はい、コロナの前ですけど早くこういう日が来るといいなと思いますがまあコロナの今の時なんですがこちらご覧ください福島の酒実は海外で人気で今も輸出が拡大しているっていう海外で大注目。ねこれすごく嬉しい話題なんでこれを紹介したいと思います福島県産のアルコール類の輸出が増加中。 ここれ実際見ててるとほらこんなになってますそうだから5年前に比べると倍近くぐらいになってるのかな、はい。でこれちょっとよく見ていただきたいのが、まあ、日本酒もまあ人気なんですけど、うん、日本酒以外のほらウイスキーとかリキュール梅酒など、はい、こういうのがなんか人気だぞ<ー>これちょっとよく覚えておいてくださいね。はい、で じゃあどこの国からの引き合いが多いのかなんですけども子さんどこだと思います、うん、あでもヨーロッパの方どうでしょう、ねね、ワインとかもよく飲みますからそのとおりです、フランス人気、はい、アメリカも人気なんだけど、うん、特に台湾とか香港が人気なんアジアです。 これなぜかというと台湾ってコロナ封じ込めてたじゃないですかだから経済活動を普通にやってたからコロナの影響が少なかったということで輸出が増えたということなんですアメリカはやっぱり今、日本のお酒がすごく特に福島の酒試飲できることに対してアメリカの方ってすごく新鮮らしいですね今、コロナなんでできないと思いますけれどもで酒の種類で特に伸びているのが輸出でこれ、結構意外でございました。 こちらでございます。果実酒が人気なんだて、えー。やっぱ甘いお酒がいいんですね。福島県産の日本酒を使った梅酒だとか柚子酒、まあ、えー、美味しいですよね。海外でカクテルに日本の果実酒を使用するんで、えー、福島県産の梅酒、柚子酒が大人気だって。 海外の人の人口に合ってるんです、ね、合っっててるるんですよね特に東南アジアの方なんかは暑いんだけど、うん、暑い中で甘い日本,日本の,あのゆずしとか梅酒とかが人気らしいです、はい、また日本酒福島フルーティーですからフルーティーですよねで海外輸出が絶好調な器具が福島県にあります、はい、これはもう会津の方福島県の方よく知ってると思いますが誉れ酒造なんです、はい、去年は一昨年比の182%にすごいネット販売が特に好調、うん、これアメリカの方も 自宅で楽しんでるんじゃないか。はい、おうち時間を。<ー>で、どんなのが人気なのかというと。 いちご濁り酒ああ甘いんですねやっぱりショコラ濁り酒チョコレート柚子酒こういうのが人気というそういうことでございますまあほどほどにね皆さんおうち時間海外の方も楽しんでます私たちも楽しみましょうさあ今夜なんですが雪がまた降ります会津地方昨日の夜大雪になりましたけども今夜もまとまって降りますごめんなさいこれ違いましたねごめんなさい違いました ごめんなさいあ、こちらですね、はい、ごめんなさい、いえー、といい、大丈夫でした、ごめんなさい、えー、中通りでは1センチ、郡山で1センチの予報です。